めくすチャンネル始まるよ。はい、こんばんは。今日もね、行徳港に来ました。とりあえずね、水釣りをしたいんですがね、いるかなっていうかね、昨日のカニいるんですよね、ここに。こいつをね、取ってやろうかと思ってね、隠れてやがるもんで、まあそっからね、魚がいたらね、水釣りしていきたいと思います。ね、こっちにもいそうなんだけどな。ここの下、あ、これカニかな？カニのような気がするんだよな。ここですよね。わかんないんで。まずこいつっすよね。昨日の仇を撃ってからね、水釣に入っていきたいと思います。早速準備します。あ、ここにもいる。あれ、これそう、あ、違うわ。頭がカニになってますよね。もうね、ちょっと雨降ったからね、水に魚いるかな。ちょっとね、とにかくね、やっていきたいと思います。準備します。まずね、青磯、これでね、今日は勝負していきたいと思います。加えるかな。これで落としといて、あ、逃げてった。本当にあれなんだな、こいつは。よっぽど慎重なんですね。でも絶対出てくるはずなんだよな。出てこないな。ちょっとちょんちょんちょんって、ダメかもしんないですね、こいつね、本当に。出てこないんだもん。あー、ダメだ、もうやめとこ。時間の無駄。他のやついるかな。さっきね、大きいウロハゼがいたんでね、ちょっとそいつ狙ってみたいと思います。この真下にね、ウロハゼいるんですよ。ただちょっと位置取りが悪いかな。ちょうど、この辺かな？この辺にいるんで、ちょっと目の前に落としてみます。落ちるかな？縁すぎるもんな。ああ。鼻先にはちょっと無理か。絡んじゃいそうだもんな。逆からやろう。見える？あ、チャンスかも。今目の前に落ちた。口使わねえか。お、来た、来た。あ、いかん。合わせたんだけどな。食いが浅かったか。逃げてっちゃった。しょうがないですよね。今ちょうど光の真ん中あたりにね、ハゼがいますね。落ちるかな。お、目の前に落ちた。食わねえな。今目の前に落としてるんだけどな。惜しい。食いが悪いんだ。まだいた。食うんだけどな。
目の前に。お、落とした。ちょっと待ってみますね。お、釣れた。食うのは食う。ただ針がかりが悪い。合わせてんだけどな。まあちょっと。あ、いたいた。そんなに大きくないけど食うかな。目の前。食わねえな。振ってくれ。そんなに大きくはないけど。お、食った。もうちょっと待とう。さっきみたいに。あ、くわえとるだけだな。お、今入った。口の中に。おい。お、釣れた。よいしょと。おぉ、片手だと難しい。はい、マハゼ。マハゼですね。釣れました。またマハゼが来てる。ああ。マハゼ。よいしょと。こんな感じです。あ、いるいる。目の前に落としたね。お、目の前に落ちた。お、来てる来てる。食った食った食った。おー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 、あー、また外しちゃったよ。いるんだよ、いるいる。ちょっともう一遍頑張ろう。ウロの野郎、すげえ力なんだよな。ちょっとなんとかせねば。とりあえず違うやつを見つけたんで、ここら辺かな。ちょっと落としてみよう。目の前あたりに落ちた。あ、食ってきた食ってきた。お、よしと。おお、楽しいぞ、これ。あ、ウロだね、ウロ。ウロハゼ。よしと。おお。ちょっと。あ、ウロ、あ、マハゼだ。マハゼのでっかい、でっかいマハゼですね。うん、20センチはないけど、かなりでかい。はい。と水に入れてきます。はい、マハゼ釣れました。マハゼです。今この下にね、そんなに大きくないですけど、台湾ガザミね、いたけど、まあちょっと逃げてったっていうか、ちょうどこの真下にいるんです。どうなんだろう。まあいたら網で救っときます。今ね、ここの下にハゼがいるんですよ。で、今僕の餌を加えてる感じなんですよ。ちょっと合わせてみようかな。ただこう合わせるって言ってもね、こう、こう杭がね邪魔になってるんですよ。でも合わせてみますね。おお、釣れた。はい、マハゼ、マハゼですね。今日はね、カニがいっぱいいてもね、あんまり苦になんないですよね。カニ取ってないから。若干滑る。危ない。気をつけないとね。今、目の前に。お、食った食った。おっと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 ーっと。お、いい方のマハゼです。もういねえかな。いたらそのまま。あ、来た。あ、来た来た来た。食ってる食ってる食ってる。よいしょと。とりあえず、はい、ゲット。あんまり大きいのいないんだよな。今日ウロのでかいのいたんだけどな。逃しちゃったからな。しょうがないですよね。よいしょと。
マハゼ、うん、マハゼはいいですね、綺麗でね、まだターゲットいるな、ちょうどここら辺、こいつが食ってくれるかな。ちょっと遠くから、もうちょっと短い竿がいいな。今5号の竿なんですよ。エビ、手長エビ用の。お、食った。よし、はい、上がった。おお、危ねえ。落ちてんじゃねえか。どこ行った？いた。こいつこんなとこで泳いでやがる。一生懸命。おお、噛んできた。おお、とりあえずゲット。ゲットですね、ゲット。よいしょと。面白い。また見つけた。どこだったかな。あ、ここだ。ちょうど今餌が落ちるところ。あ、今目の前に落としました。そんな大きくはないんだけどな。お、動いた。あ、食った。よし、はい、釣れました。やっぱガブっていくやつはいいっすよね、一気に釣れるんで。よし、本日は終了でございます。やっぱりね、できれば干潮の3時間ぐらい前から、始めるとなんか大きいの多分いると思うんですよ。で、結局今回雨の影響とか、まあそういうのもいろいろあるとは思うんですけど、やっぱちょっと初めの方ね、どうだろう、干潮1時間、まあ、3時過ぎだったから1時間前ぐらいだと思うんですけど、やっぱりなんていうんです、大きかった初めは、ただだんだんちっちゃくなっていったっていうのが、まあ僕の印象ですよね。まあ雨じゃしょうがないですけどね。初めのあのウロハゼのでかいのもね、まああれでしたね、残念でしたけど。であとね、なんかちっちゃいね、台湾ガザミはね、やっぱり逃げ足が早いっていうかね、うろうろしてましたよね。で、僕の光を当たると中にキュッと入っちゃうような、感じでいました。でもね、2、4、6の歯の、まあ10匹程度でしたけど、非常に面白かったです。またね、来たいと思います。とりあえず片付けも終了したんで上がります。じゃあ開けていいよ。あれ、これ何、はるくん、これ何て言ってたっけ。ハゼでしょ。ハゼ、これどんな顔してる。顔が見えない。なんで顔が。じゃあこれ撮ればいいじゃん。これ、うん、これ少し撮って、はい、どんな顔してますか。は？ニコニコ顔。こういう風になってないの？あ、なってる、なってる。どれなってる？どれ？あ、目が見えるけどね。うん。で、どんな顔してる？ハゼの顔。ハゼの顔？うん。ニコニコ？ここをこうなってないの？あ、こういう風に。やってみて、ハルくん、どんな風になってる？こう？両手でやんなきゃダメじゃない？それ。そうそう、そういう顔になってるよ。うん。これ、大きいでしょ？うん。
大きいのと小さいと。そうだよ。ちょっとだけ大きいのもあるけどね。うん、これも今度美味しい。うん、美味しく食べないとね。うん、ね。じゃあブクブク入れといて。うん、おお、危ない危ない。はい、もう閉じちゃうよ。あった？じゃあ旅行行く。旅行行く？うん、行く。じゃあパパ着替えるね。うん。じゃあ。ねえねえパパ。はい。はい、バイバーイ。バイバーイ。パパ、はい、あとさ、うん、あとさ、うん、あのなんか荷物の準備 OK。OK。うん。夜、ママが準備した。どう思う？どう思う？どうも思わないし、どう思う？どう思う？あ、どう思うんだね。うん、わかった。じゃあ、パパ準備するね。うん、じゃあね、バイバイ。バイバイ、プチュー。